はいどうも皆さん、こんにちは。本日は1月22日の16時24分に収録しています。本日はですね、SOXL と SOXS、この人気の2つの、ね、ETF の値動きの予想とチャート分析やっていきたいと思います。原子数としてですね、あらかじめこの SOX 指数を分析した上えで、皆様に、ね、情報を発信しておりますので、その点ね、ご了承ください。 はいこちらがですね3倍ブルの SOXL となっております月足で今ご覧いただいておりますこちらですね月足の一波二波三波第四波動目まで今ね調整中となっておりますこの後ですねこの安値これは10月の安値である6.21ドルこれを下抜くような下落があれば第五波動 となりますし、この後、下落せずにですねこちら、8月につけた高値、22.27ドル、これを上抜かない限りは、下落トレンド進行中ということになりますし、これを少しでも上抜くと、ですね下落トレンドが終わって上昇トレンド、月足の上昇トレンド、はい、底打ちの可能性が高まってくると、はい、いうことになっております。 でそしてこちらが元指数ですね。元指数の週足のチャートとなっております。一目均衡表を、ね、表示しています。SOX のね原指数につきましては、このようにですね、今現在逆算存の形が完成間近、今着工中でもうそろそろですね、ネックラインに到達するということになっておりまして、この雲の加減ですね、こちら見えますでしょうか。ここに到達して、でその後売られていくと。 いうのが私のシナリオ予想になります。こちらね原子数の拡大ですね週足でご覧いただいております。先週の終わりね2794.69ここからこの雲の下限まで上昇何パーセントのマージンがあるのか測ってみましたらこちら週足はねここになりますのでここですね3.58%の上昇余地があるということが言えます。 3.58×3 倍レバレッジなんで10.74%ですので先週の SOXL の終わり値から10.74%上がったところが上値目処ということで予想させていただきたいと思いますチャートの方を見てみましょう SOXL の4時間足をご覧いただいております先週の終わり値がですね12.84ドルですここから正確に10.74%上昇した場合 14.22ドル、14.22ドルとなります。これが私の予想する上値目処となっており、今週の週中ですね、1月24、五あたりにですね、このピークに達すると予想しています。細かい値動きについては、ナスダックの、ね、分析動画、こちらの方をご参照ください。 そして1月の下旬にはですね、このように11.63ドル付近に到達し、その後、小反発を経て、2月の上旬にガーファムの決算、FOMC のいずれかの決算の悪材料を受けてですね、下落し、2月の上旬にはですね、9.04ドル。 に到達しで、そこそこ大きなこの3存をブレイクしてですねで、そして長期的に意識されるサポートライン、こちらもブレイクしてですね、その後大きく下落が進行し、まあ、暴落していくといった形になりますで。2月の中旬以降ですね、暴落で下落が加速し、一体どこまで下げるのかと言いますと、こちらね、4.75ドル。 はい、こののああたりりで一旦の下げ止ままがあるかと思いますその後またベアマーケットラリーが始まりそれなりに反発を経てその後また下落をしていくとこのように予想していて今年の中盤あたり夏なのかちょっと詳しくは分かりませんが最終的に2ドルが今年の一旦の底になるというふうに予想しておきます。 で、こちらがですね、ベアの3倍の SOXS となります。同じ到達率とみなしてですね、10.74%下げるとですね、25.24、25.24ドルに到達するという予想をしておきます。こちらが買い場になるということですね。ただし、こちらの商品、長期ホールド、つまり損切りとか利確がなかなかできないというタイプの方には、決してお勧めできません。 でですので私の口からこれを買いましょうということはね口を避けても言えませんのでただねまあ爆発力はあってね非常にこうジャジャ馬ではあるということで可能性はあるんですけどお勧めはしないとむしろ買うなということを言いたいぐらいでねまあそこをわきまえた上でですねチャート分析でこの下値めどをお知らせすると25.24ドルというのが私の予想となります。 くれぐれぐも買わないように、えー、余談ですがあ、メルセデスのですね私の愛車の、えー、洗車をですね、まあ、いつもやっているんですけど、えー、今日もも、ねえー、天気が良かったんでやりました、はいまあ、ちょっと寒かったですけどね、あのーまあ、定期的にかなり、ね、頻度よく、あのー、洗車の方をしています中も外もね、はいでえー、っとこのタイヤなんですけど、えー、先日、ですね2本後輪2本交換してなんとね14万円14万円も、ね、出費してしまいましたはいまあですけどね まあ、かつての,あの戦時中みたいに贅沢は敵だなんてあの言わずにですね、まあ、今ならではの稼ぐスキルとか力を身につけて、まあ、もっと楽しいこととかね必要なことにどんどんお金を使っていければなと思っております私は SOXL や S は、えっと、現在は保有していませんが以前はね確か1万株とか保有していたこともありましたあの皆さんあのくれぐれも投資は自己責任でご安全に 本日は以上ですありがとうございました